えー、やつ一郎がタイに行ってる間に、うん、私は、まあ、2泊3日ですけど、うん、えー、石垣島の方に。ましいいね。石垣島。行ってきました。ビーチだ。じゃあ。ビーチで。で、まあ、1月の5日から行ったんですよ。うん、だから、まあまあ、皆さん仕事始めだし、うん、そっからまあ、ガクッと安くなると、うん。ああ、月か、月曜日から、4日ってた。そうそう,そう,そう。はいはいはい。で、えー、相方が、タイのツアーの方に行ってる、うん、イエスマンの、えー、 の相方村山武蔵と一緒に <laughs>、うん、で今回はもう全部もうほぼ武蔵が好きなんですよそういうのがあ旅行するの旅行とか計画を立てるのがだほぼほぼ武蔵が全部やってて 2>, 2人で行ったら武蔵とそうですそうですでそれいいよなほぼほぼもうあのもうホントに楽しかったっすね何だその話 <laughs> これはね。お前、俺1時間半喋ってるんだよな。<laughs> すごい。まずい何なくしたんだよ。天気が良すぎる。えー、まあ、石垣ですけど、24度ぐらい。あって。で、その日は、えー、っとね。<laughs> 何したの楽しかった。で、初日は、えー、っとね、どこ行ったんだっけな。 まず街に出て、うん、で、いろいろと見て回って、そんなないんすよ、その商店街が大きくないから。ねうん、で、そこを見て回って、夜、ちょっと、マグロのうまい店みたいなとこがあるから、うん、そこに行って。子たちがリサーチした。そう、リサーチしたとこ行って、<ぁ>で、次の日はもう、えー、スキューバーというか、ダイビング体験。はい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 。この日も天気めちゃくちゃ良くて、船で。船で。沖行って。で、その後、えー、あれですよ、何でしたっけこの、何で、これこれ,これ 乗るやつ。乗るやつ。カヌじゃなくて。セグウェイ。セグウェイ。体験。へえ。なんだぞうイタリックセ日本です、しそう。で、最終日だけ、ちょっと、ま、あんま決めてなかったの。うん。そしたら、片桐さんから、急にメールが来て、ちょっと、あそこの小乳堂行ったみたいなのが来たんですよ。うん。で、俺は、あ、そうだと思って、B 級スポット、石垣あるかなと思って、事前にちょっと調べたら、そこが若干引っかかってたんで、うん。 で、そこに、じゃあちょっと行ってみようってって、武蔵と昼過ぎぐらいに行ったわけ。うん、で,で、何しろ片桐さんがあ、なんでそこ、あのー、おすすめなのみたいなの送ったけど、まあそこからちょっと見てなくて、うん、LINE の返信を。で、行ってみたら、まあまあ人はいないんですよ。うん、まあ B 級スポットだけあり。うん、で、中入ってったら、まあ自販機があるんで、そこで券売してくださいってって買って、1000年、1500円ぐらい結構高いですよね。 1500円あ結構取るなと思って、うん、そこはなんか鍾乳洞とまあまあ動物もいるみたいなところで、うん、そうそう植物もあってで鍾乳洞がもう67個ぐらいあるんだよね、うん、そうそうそう,そういろんなところにでそこを見て回れますからっておじさんに言われて、うんまあ、おじさん一人しかいないんだけど、うん、じゃあ行ってらっしゃいってに車に行ってくださいって,ってねでまず入り口入って56歩歩いたとこかなもう看板が出てるんですよ、うん 右か左にね、右行くと鍾乳洞があって、左に行くと早帰りっていう、もうもう帰れんえ、どんなのこれと思って、とりあえず鍾乳洞の方行って、鍾乳洞がもう、でっかいのをばーっと開いてるわけよ、この原始人がここに住んでたみたいなのがすげえなと思っても、まず入れないです、入り口だけで、危ないです遠くからだか遠くから、上から、まあでも、確かに見る感じはすごいねって。 で、行って、次の、ところに行くわけですよ。で、また看板があって。こっち、なんとか昇乳道。早返り。<laughs> 常に、あの、いつでも帰れる。れるっていうトップページに飛ばしてる。おまけらしいんだよ、優しいんですかね。常にトップページに飛べる。そうそう。で、ま,あ、また昇乳道行くと、また入らない。水浸しとかね。それはさすがにそろそろ早返りしたいね。<laughs> そう、まあでも、次はちょっと違う。動物のとこに出るそうなんです。 ちょっと前にこれ歩いていくと、もう、ぐワ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 泣いてるわけですよ、なんか。で、そこがカモみたいのがいて、俺、あの中に入っていけるんですよ。触れ合いみたいので。で、この間、誰もいませんよ、その店員。かかかか一人もいないもんいないですけど。で、泣いてるんですよ。で、すげえ寄ってくるんですよ。なんでだろうと思ったら、その、餌とかが買えるんですけど、餌付けされ、してくださいっていうの 餌が、まず、売り切れてるんですよ。あげられないんですよ。<laughs> でも、入ってくと、すげえ寄ってくるし、泣かれるんですよ。ガガガガ。で、ごめんね、ごめんね、つって <laughs>、買ってあげたいんだけど、ちょっとあげられないんだっていうのを言いつつ、後ろ髪でまずそこ出たんですよ。<laughs> ただ、ちょっと歩いてたら、もう、やばいんですよ。遠くから、 ねえ。ねえっていう声が <laughs>、これやばいな、この道人の人。そ、うん、と思って言ったら案の定、ヤギがもういるんですよ。待ち構えてるヤギとアヒルが。もう釣り寄ってくるんですよ。あげたいんですよ。餌売り切れないんですよ。商売系。で、そこが、こう。 外周を回って小乳道の方面に行くっていう感じなんですよ。その、うんうん、あの、ヤギが、た、うん、とアヒルがいるとこ。ずーっと横で歩きながら並並走した。<laughs> <laughs> 半周、半周5、5 60メーターぐらい。ずっとめー。なんかちょうど、痩せてんだ、そのヤギが。餌 <laughs> じゃもうないでしょ。あ上げてないんじゃないかなって思っちゃうぐらいの。<laughs> で、いたんだね。いたいた。で、それを回って、またちょっと鍾乳道ありますっていうから行ってみたら、もう、もう、今までは入れませんだったんですけど、入れないし、もう昇乳道見えないっていう状況のもう木の生え方なんですよ。この奥にあるんじゃねえかっていう感じ<ー>で、そこを越えてって、今度はまた動物園があって、その、なんか鳥がいますみたい。な。うん、だからちょっと、 入ってみようかっつって。南国の感じで、ね。そう、入ってったら、真っ暗なんですよ、もう。<ー>その鳥の厩舎みたいなとこが。うん、で、ちょっと何いるか分かんないね、つってバーって歩いてったら、途端に目の前にクジャクが現れたんですよ。<ー>すっごいデカさの。へ<ー>トンネル抜けるとそこは。もうめっちゃくちゃデカくて、うわーっつって、みんなでもうみんなで二人で、うん、もう,ほうぼ々の手で帰って、じゃあこれ、餌、じゃあちょっとあれクジャク上げるっつったら、 りまた。1個も売ってないの 1> 1個も餌売ってないし <laughs> <laughs> 正月休みとか <laughs> <laughs> いやいやもうなんか全部いろんなとこあるんですよ亀とウサギと亀みたいのもあってあらあらでウサギと亀も行くんですけど、うん、その餌売ってないしウサギもすげえ寄ってくるんですけど、うん、あとはわ分かんないですけど謎の骨とかもありましたけどなんか食べちゃったかな、ね <laughs> <laughs> 分かんないですよ、どういう状況なのか分かんないですけど、うん、謎のこう、骨ですね、骨が散乱してる場所もありましたけど、分かんないです、どういう状況でそうなったのか分かんないですけど、えー、で、それをばーって回ってって、で、まあ、帰ってきて、その、貝かの、なんかさ、化石、<laughs> そうそう化石と貝の博物館みたいなとこもあって、うん そこはまあ、まあ、貝がバーって置いてあって、<ー>で、帰ってきて、で、今度は、車でちょっとあ行く、最後の小乳道がありました。うんうん、そこは入れると。ああ、いいじゃん。今度入れるんで、見てってくださいって言って、じゃあ行こうぜってって、車で移動して、小乳道入ってたんですよ。入ってって、まず右と左に、もう道がいきなし分かれてるんですよ。うん、早帰りで、<laughs> 早帰りももう、 来たとこしかないから。ああ、そうだね。だどっち行けばいいのか分かんないから、うん、とりあえず右に行ってみようす、うん、右に行ったら、ちょっともう、入れませんって、うん行。行き止まり。行き止まり。のこの先は、海までも、続いていったよ。続いてる。3キロ。続いてます。うん、あ,あ、すごいね。では、左だっつって、左行って。まあ、少年と、まあまあ、すごいんですよ。うん。ライトアップとかされてて。うん、で、なぜか知らんけど、その、うん、まあ、あ なんかクラシックみたいなのがかかってですけど、うん、よくわかんないねちょっとなんか合わないなっていう感じの、うん、で大体そうなんだよねでぐんぐん歩いてて結構起伏もあるし、うん、あ疲れんなっつって300メートルぐらい歩いたのかな、うん、したら出れないんですもんあ行き止まりなの行き止まりなんですこっから先ちょっと入らないでください全然入らないねぐるっと回れないんだよね回れないんですでまた俺出てくる引き返してくださいって それはまだ iPhone なくした方がいいな。って引き返して。<laughs> それは不幸だったな。で、俺 <laughs> はつまんない。で、俺はまあまあ BQ スポット好きだから、うん、まあこんな感じかなと思って、うん、片桐さんのね、メールあどうだったかなと思って LINE を見たら、あそこひどいだろ俺、石垣島に苦情書いたもんです <laughs> <laughs> 石垣島石垣島。<laughs> めちゃくちゃしてんなと思って。いやいや、もうあれは苦情書いた方がいいと思って。いやいや、苦情これに、あまそんなメール来なかったよ。 あ、iPhone 持ってなかったけど。そうだよ。iPhone 持ってねから。持ってないけど。持ってないけどね。うん。だから、正月の挨拶は一切できなかったけど。あ、そうか。もう、ついたかね。かけおめメールがね。返すのね。書いたのいや、書かない、書かない。別に、楽しめたら楽しめた。いや、俺らの時より多分動物増えてる。あれで一匹も。あれでヤギいない。ヤギもいないのうん。 どっちかがないんだね。あ道が分からない。餌は大丈夫。餌もない。餌はやっぱないんだね。餌場じゃないんじゃないずっとないんじゃないかな。ずっとないんだね。あれね。儲けたくないのかなうーん、でもまあ、一人十人だからね。そこそこいたけど、そこそこってことないけど、3、4人はいたけどね、見てる人ね。動物はいてくださいって言ったから、多分入れたんだと思う、動物。苦情で。片木さんの苦情で。ちゃんと市役所の人がメール聞いて、言っときますって。 確かに動物がいるって書いてあるそうだねそうなの植物も生え放題だからなんか書いてある植物とかどれがどれかがまず分からないみたいなまあ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 そこら辺がありますけどね真面目かたあそこすごいよねそうだねあそこあそこで楽しまあでもタイもよかったけどねまあまあそりゃねタイはねアイヌの音楽ビーチがホン最高だったビーチね すごいめっちゃ綺麗だね。めっちゃ綺麗。誰もいないし、日本人。ああ。うん。もう落ち着いていけるよ、あそこは。そうだね。うん。iPhone だけね。うん。そうだね。でもまだあの時は良かったけどね。おげんが効くと思った。そうだね。まだその時は可愛らしいものだったよね、やっぱね。警察に行くのも慣れたもんだから。うん。反抗すとかちょっとね。うん。お相撲かないどうしようかな、みたいなギャグやってくんだよ。 あ、向こうがあっちが。どうしようかなみたいな。あっちが。前も前はなかったけど。どうしようかなみたいな。はいはいしょうだいよみたいな。わーって言わていやいや、そんなことよりも調べてくれよ、早く。すごい慣れてるんだから。俺もう、いろんなものに対応したから。海外でね。海外で慣えてるとら。あらゆるトラブルに。 保険に入った時はもう絶対的に盗まれたって言った方がいいそうそれはういろいろ勉強になりましたね皆さん何を落としても大丈夫だね何を落としても落としちゃったって言っちゃダメです盗まれただって分かんないなまあまあねこのところ嘘を言ってるわけでホ本当に落としたと思えばそうだけどねどっちか上がらないで皆さん泥棒市場とかあんだからタイはああ本当の意味で盗んだものを売ってる市場本当の意味でもあんだそれがびっくりしたわもうすごいなすごいよだからファミコンのソフトとかああ見たい 見たファミコンのソフトなんですよ、普通。の普通、の初期ファミコンのソフトですよ。それに、99,999って書いてあっあはいはい。全部入って、99,999種類のゲームが入ってる。ゲームが入ってる。へえ。まずファミコン。インワンって書いてあいや、入りすぎだろ、お前。そもそもソーンが出てない。9番もないから。9番もタイトルないから。 なんか聞いたら、面、一面は、一ソフトっていう。<ー>ぐらいとかね。同じゲームとタイトル違いとかね。タイ相当入ってるのね。でも,でも動かないことも多いっすね。うん、そうね。そんなの売ってたりとかしたけど。是非、はい、と皆さんね、海外、そして日本国内もね、行って、トラブルには気をつけて。